こんにちは、驚きの館です。今日は飛行機事故で亡くなられた向田邦子さんのことと、彼女が飛行機事故で亡くなる数ヶ月前、徹子の部屋に出ていた時にテレビ画面を撮った写真に、ある少女の大きな顔が映り込んだ不思議な写真がありますので、それを紹介しようと思います。これは向田さんのファンが撮ったもので、後になってその少女が向田邦子さんの少女時代にそっくりだという話が出てきました。そしてその年に彼女が飛行機事故で亡くなったのです。まず向田邦子さんですが、今の若い方は知らない人もいるかと思いますので簡単に説明いたします。彼女は時間ですよなどのテレビドラマの脚本家であり、1970年代にはですね、倉本聡とか山田太一と並んでシナリオライター御三家と言われたほどの人気脚本家でした。その他エッセイスト、そして直木賞を受賞した小説家でもあります。しかしその彼女は1981年昭和56年8月22日に取材で旅行に行った台湾でファーイースタン103便墜落事故で亡くなってしまったのです。台湾島で発生した航空事故としては2番目に多い犠牲者を出しました。乗員6人、乗客104人の合わせて110人の全員が死亡する惨事です。飛行機が空中で分解して墜落するという大変痛ましい事故になりました。向田邦子さん以外では出版プロデューサーの柴地正一郎さん、この方もこの飛行機に乗っていて日本人18人が死亡しています。また1969年にもファーイースタンは飛行機事故を起こしており、その時は104便でした。この時もですね、乗客全員が亡くなっています。これなんか倉本さん書いてらしたわね、やっぱりどういうことなんだけど、こう書いてらしたらどうしても、あ、倉本さんの本じゃないの、よその方なんだけども、つまりそのもうこの辺でこの人はなんかね、バサッと切られて死んじゃっていうことになったら、その俳優がね、お書きになる方はそれでいいけど、自分のね、子供家族全部がいきなりそこでもってもう殺された次の日からはもう出なくなるわけだから、生活がそこでなくなっちゃうっていうね、お話その方からお気になったっていうのを倉本さん書いてらしたら読んだんだけど、本当にね、それありますよ、私さんなんてセリフ一つとかね、二つって方いらっしゃるでしょ、やっぱね、あ、親兄弟も見てると思う、それは本当そうですよ。実は向田邦子さんは飛行機事故で亡くなる年の1981年5月、その時に飛行機というエッセイを書いていました。その中にはですね、私はとても飛行機が嫌いで、今でも離着陸の時は平静ではいられない、あまり片付けて出発するとやっぱり虫が知らせたんだねと言われるから、わざと部屋を散らかしたままで飛行機に乗るようにしている、もしもの時のために遺書も書いていると綴っていました。そしてこの3ヶ月後には飛行機事故で命を落とすことになったのです。そして冒頭に説明しましたが、1981年昭和56年テレビ朝日の徹子の部屋にこの作家の向田邦子さんが出演した場面をあるファンの一人がカメラに収めた写真があります。その写真にはなぜか見知らぬ少女が大きく写し出されてるんですね。後になってこれは向田さんの少女時代の顔とそっくりだと分かり、なぜこのような写真が撮れたのだろうかという疑問も出てきたのでした。ひょっとして番組内で彼女の子供の頃の写真を紹介する場面があり、そこから会話の場面へと切り替わる瞬間にシャッターを切れば
このような写真が撮れる可能性も捨てきれません。1981年春に徹子の部屋に出演して、同じ年の5月に書いたエッセイの飛行機の内容、そして同じ年の8月22日に飛行機事故に遭遇、帰らぬ人となりました。そして今回の少女時代と思われる画像の釣り込み、彼女の人生はですね、この時から運命のうねりの中で走馬灯のように大きくフラッシュバックし始めていたのかもしれません。